ことに年の瀬の訪れを告げる恒例の招き上げが25日京都市の南座で行われました。招き上げは年末の歌舞伎公演吉例顔見世興行を前に、大入りを願って役者の名前を書き入れた看板を南座の正面に掲げる行事です。今回の公演が襲名披露興行となる四代目中村鴈治郎さんも自分の看板を眺め喜びをかみしめていました。見たいんですけど。とにかく招きが上がるのが見たかったもんですから、ずっとこれ待ち焦がれて、自分でも待ち焦がれてました。自分が鴈治郎の名前でこの南座に出られる、本当に嬉しいですし、何とも言えない気持ちでいっぱいでございます。とにかく、本当に、嬉しいんで、この気持ちを皆様にちゃんと芝居の上で伝えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。招き上げの看板は客席が埋まるようにという願いを込めて、長さ 1.8 メートル、幅30センチほどのヒノキの板いっぱいに役者の名前が書かれています。吉例顔見世興行は、人間国宝の坂田藤十郎さんや片岡仁左衛門さんら人気役者が勢ぞろいし、11月30日から12月26日まで行われます。